チョです。よし。デルガンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回は、森と千崎バースデーイベント感想レポート。さあ、2月21日に森さんのバースデーイベントに向かってきました。すごく楽しかったので。ちょっとしみじみってしないで。イベントの模様をちょっとレポしていきたいと思います。それでは、It's Tasting Time。さて今回は入場の時にこれがもらいました。ポストカード。そう、ポストカード。プロのイラストレーターの人が書いてみてくれたみたいで、いやいや、お前もそういう仕事につけよ。もう言えば無理ですよ。そしたら俺書けるよ、森さんのやつも。森さん違うよ。違うよ。なんで森さんってんだよ。バースデーのグッズとかにも結構このイラストが使われてるので、ね、そういうの可愛いよね。で、テキがね、2階の後ろから3列目だったんですよ。はい、結構遠いね。ゼップゼップ。ああ。いいね。いいんだ。遠いけどな。普通はね、あの前だったね。前から3列目とかがね、興奮するんだけどね。2階後ろから3列目。うん、遠いな。あたかも当日券かのようなね。俺当日券当たったのかなみたいな。豪運じゃん。で、入場するとね、いつも倍目の映像が流れてるじゃんか。はいはいはい。うん、今回はね、そう、違いましたね。森さんの選ぶセットリストみたいな曲が流れてて。一部だと、あの、サボリ、エイカ、アイライクピクニック、気まぐれプリンセス、スキッティっていうロケロテックミカ。が、ミュージックビデオが流れてる。いや、音楽がこの、こういうなんかイラストとともに、こうイラストだけがバーンってスクリーンに映ってて、うん、あと手取りがちょっと右側に書いてあって、流れてるって感じ。なるほど。で、開演と同時に、司会の、爽やか五郎さんが登場しました。ああ、いいね。まばらな拍手の中と。まばらな拍手。あまり、バチバチバチじゃなくて、バラ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 。五郎か。パンパン。ああ、五郎か、みたいな。はい、五郎さん。してやれよ。全身白のスーツでしたね。気合が入ってました。で、主役の森さんが登場して。今回はこのイラストにもある通り、赤のチェックの。去年とはもう。去年水色の、なんて言うんだろう。まあ、あれでしたから。はい、今回は赤のチェック。可愛いんだけども、かっこいい部分もあるというか。で、頭に王冠なんかつけちゃってね。王冠かわいい。かわいい。ティアラでも、わかんない。見てないから。これこれこれ。ま、ティアラっぽい。ティアラっぽいな。そうそうそう。男の子出ちゃった。ビーンズもそんなの、まず、かわいいっていう、なんて言うだろう、概念がね、そこに現れました、ね。うん。で、オープニングトークをして、サプライズコメントがありましたね。これが意外だったんですよね。はい、ジュースジュースの上村あかりさん。ああ、上村さん。仲いいのかなって思ったけど、俺さんも上村さんがバーンって出た瞬間に、ってびっくりしたから、うん、多分別に仲いいとかはなさそう。でもなんかあれだよね、仲いい人が来るとは限んないんだよね、バースデーイベントのあれって。森さんと上村さんは、まあ、上村さんのお話からもそうだけど、ちいちゃんは私がタコとヤフゾーと鬼ごっこしてる時とかによく変な顔見られてるかもしれませんね、みたいな。それ、上村さんが面白いな。森さんのエピソードじゃなくて、森さんと会う時の私エピソードみたいな。誰でもいいもんね。森さんじゃなくてもいいもんね。かけフライ理論ね。そうそう。で、まあ、バースデーソングを歌うじゃんか。うん、で、じゃあ、ディアのところはちいちゃんで行きましょう。うん、で、歌うじゃん。ハッピーバースデー to you, ディア。って言ったんだ。俺らも、どんも言えないから。ディアで止められても、俺らも別に、ちいちゃんって言えないよ。他のメンバーとかだと、ちいちゃんとか、やってくれるじゃん。確かに、ね、確かに今特にね、声出せないから。上村さんはもう忘れてた。コロナを。振ってきたから。あ、会場が一瞬、シーンってなって。歌が終わった後に、上村さんがまた話し始めたら、不自然にバーンって切られて、ということで、おめでとうございましたって、変なこと言ったみたいな。めちゃくちゃ悪口言ったみたいな。すごい。会場が、あれ今、すごい不自然なカットだったんだよ。ザワザワザワってして、上野さんが終了。不思議な人ですからね。面白い人ですね。面白いなぁ。で、コーナーに入りました。一つ目が、チートーク。チートーク。まあ、ただただスクリーンに出されたいくつかのお題に対して、自分で、じゃあこれ話しますって言って、お話しするっていうトークコーナーです、ね。うん、で、最初のトークテーマは、22歳の目標。目標は、あの、人とちゃんと喋れるようになる。あ、素晴らしい。これ大事。これ素晴らしいね。森さんまだ人見知りがちょっと抜けてないというか、うん、まだまだ克服には至ってないそうで。人見知りギャルだもんね。そう。カントリーガールズの時のお話がちょっと戻ってて、うん、結ぶ、船木結ぶとのタクシーの話知ってる？知らない。船木が加入当初、タクシー移動があったんだけど、移動中、ずーっと二人とも人見知りで、あの、一言も話さずに終わっちゃったみたいな。同じグループで。同じグループで、これから先輩後輩でいい環境を築かなければならないのに、タクシーに一言も話せなかった。この前、入江ちゃんで同じことやったらしいです。
タクシー移動ってさ、何人なの ?2 人って。わかんない、2人なんじゃない。なんでさ、森と入江でタクシー移動してるの、ね、どの状況かわかんないけど、森さんが、話さなきゃなーって携帯見たらしくて。ダメだよ。携帯見ちゃダメなんだよ、2人。一言も結局話せなかったって。自分の見てたら、もう先輩に話してないわけないんだから。で、同じことやっちゃったからめちゃめちゃ結構後悔してると。でも、2回目、同じチャンスが来たらしいんだ。うん、また、入江ちゃんとタクシー移動のチャンスが。この時は、なんか、寒いねーって。会話を外してね。まあ、なんとか挨拶に行こうじゃん。22歳は後輩に気を使われないような先輩になりたい。まあ、季節の会話から始めてね、っていう感じで解決策が出てました。頑張ってよ、本当に。で、2つ目のトークテーマが、福村さん。うんうん、絶対に今年は家に行きたいと、福村さんも。まだね、誰も踏み入れたことがないらしいですね、福村さんの家は。誰も？だからもう門から家まで距離あるしさ、池もあったりとか、プールマンじゃないかみたいな。そんな都市伝説を解明するために、私が今回は家に突しに行きたいなという。この福村さん都市伝説を森さんが今年解明しに行きたいなということで。うん、で、三つ目が、牧野マリア、はい。マリアとは、本当に去年ぐらいに仲良くなったらしいです。それまでは、あんま仲良くないというか、話さなかったらしい。人見知りだからね。人見知りだし、うん、あとマリアが不思議だったっ。そう、あと、話すカテゴリーが違すぎるもん、多分。ギャルとね。そう、ギャルと。だってファイターズ見るなら、ガオラスポーツとギャルでしょ。やっぱあんま掛け合わせらない、ね。なかなか合わないだろうけど、うん、まあ、花鳥風月のチームが同じでよく話すようになって。はいはいはい。まあ、マリアめちゃめちゃ優しいし、うん、今、他のメンバーで一番仲いいくらいまで話すらしい。でもそう、ライバル関係だし、素直だし、本当にね、いい子なんですよって森さんがマリアを絶賛してました。年近いけどね。森さんがじゃあ、鎌ヶ谷に行く日も近いかもしれないですね。一緒に、二軍キャンプ見に行ってますよね。はい、二人来たらなんか別だからね、それも取材みたいになってる。そう、二人で行ったら、ざわざわしちゃうから、ね。カメラ持ってってほしいな。で、二つ目のコーナーかな。これがミニゲームで遊んでみようということで。森さんといえば、ミニゲームが苦手。あの、あっち向いてほいとか、あ、確かに、じゃんけんとか、うん、今回ちょっとそれで遊んでみようということで4つありました。はい、1つ目がリズムで短縮言葉のゲーム。パンパン、リモコン、みたいな。なるほどね。そしたら、リモートコントローラー、みたいな感じなんですけども。はいはいはい、種飛びですね、うん。あ、そうやってた。これあの、森さん、リモコン、あと NG、もう全然頭こんがらかって、わーわかんないみたいな感じでもうぐるぐる回ってましたね。うん、でも、次は森さん得意かもしれない、あの、若者言葉の短縮言葉、みたいな。はい。うん、これ森さん、無双してました。ギャルだからね、やっぱ。そう、おじさんたちみんなポカン。あ、何の話みたいな。鳥間、トレーマ。ちょっとどやってそうだな。早いな、しかも。でも、森戸さんでも分かんなかった若者言葉ちょっと問題出します。はい、あーね。あーね。じゃないの。森さん遅いって言った。うん。あー、なるほどね。です。だる。あ、そうなんだろうね。だる。てかまあ、あーねが、あーなるほどねの略なのか。だるいな。なるほどがさ、もう全抜けしてるからさ。そうだよ。なんでもいいじゃん。あーね。あー、そうなんだね。でもいいわけじゃん。これ、あーなるほどねです。だる。森さんも、むざいとか、わかなきゃないだろ。わかんないだろ。森さんはだるって言わないの。いや、だるって言ったの。キモって言ってたな、どっかで。どこだっけな、言ってた。言ってた、ね。森さんどっかでキモって言ってた、自分で。うん。何の話だったか忘れちゃった。いいよなぁ。いいな、やっぱ森さんがダルとかキモとか言うのはいいよな。どこだっけ、ちょっと配信見よう。あんま言ってくれないからね。キモはちょっとカットすんなよ。絶対。配信で。見たいから俺。誰に言ってんだよ。お前がキモいわ。グロープ配信でカットされる可能性があるから。で、二つ目。カタカナなしをゲーム。出されたお題に対して、カタカナを使わずに説明してねっていうゲーム。うん、会場のお客さんが拍手で判定するみたいな感じで。ハンバーガーっていうお題。はい、うん。30秒ぐらいでやるんですけど、30秒です。用意スタートって言ったら、森さん、秒数が出ると、パニックになる方だから、もう、ハンバーガー、お米じゃない方の主食の、みたいな。まずパンの説明から入って。緑。草を挟む。草を挟む。で、カン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 で、わかるわけないな。ご飯じゃない、この主食を、に、草を挟んだ料理。でも、みんな森さん大好きだから、うん、クリアになりました。おい、甘やかすなよ。お前も甘やかしただろ。おっきい拍手した。おい。わかる、ハンバーガー頼んだよね。後ろの方からお前、でっかい拍手飛ばすなよ。そう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 、草挟むやつってな。で、三つ目が、相手が不利、卓球対決。ということで、森さん卓球がやりたかったんだね。沢岡五郎さんが相手となり、ただただ、卓球対決。卓球、あそこでやるの、なんかおもろいな。沢岡五郎さんは、
見たことないぐらいとんがってるアシストマット。これぐらいじゃない。これぐらいあった。山が。針じゃん。これぐらいの山がいっぱいついてるやつで、それに乗りながらラリー。で、しかも、山手線ゲームみたいにラリーをするときは、な、お題があって、なるほどね。例えば、モーニング娘。のメンバーって言ったら、コンコンコンみたいな。言っちゃうと、爽やか五郎系だった。リアクション芸。あ、そっか。だから敷いたんだろうな。やっぱ面白いわ。あ、面白いんだ。なんか人がもだえてる姿って面白い。体張ってる芸人って面白いよ。なぁ。オンバトでね、優勝もしてるしな。M1 も準決勝まで行ってるだけあるからね。ふえーみたいな感じでまず始まった。これやっぱね、4回戦ぐらいやったんだけど、4回ともずーっと同じリアクションなのがやっぱ面白いね。毎回やっぱ終わるごとにさ、新車の勝ちーとか言って、その、マットから降りるんだ。で、パチパチってやるんだけど、じゃあ次の行きましょう。ちーちゃんのサブね。ふえーって乗るから。森さんは卓球より山手線の方が全然ダメだった。すぐに答えられない、来たお題に対して。そうそう寿司ネタラリーみたいなやつも言う。森さん全然もう、マグロとかサーモンとか言うのなんだっけ、なんかもうマイナーなとこから攻めたもん。最初から。で、その後に、次、最終戦1対1で。お題は野菜。もう1個目からなんかもう、普通にキャベツとかレタスとか言うのになんかわけわかんないこと言って、沢頃も、えみたいな感じで、トマトみたいな感じで答えたら。逆にその、そうやって言って翻弄させる作戦なんで。森さんが、そのなんかもう、縁側。縁側寿司や。みんななんか、寿司引きずってる。みんな一瞬何が起こったか分からなかった。普通の感じで、縁側。ポンって言って、沢頃もそのまま、なんちゃらって返したんだ。うん、返した後に、寿司じゃ今、縁側って言わなかったって言ったら、森さんも縁側って言ったの思い出して、もう打てない。笑っちゃって。一個前のお題を答えた自分にも爆笑して、ゲーム不可能になっちゃって。かわいいな。この時が、会社一番、爽やか頃のリアクションより全然受けてた。まあ、忘れそうだよ。縁側っていう森さんが一番面白かったね、今回は。やっぱね、ミニゲーム系が弱すぎる森さんっていうのが一番可愛い、ね。確かに。で、四つ目。ダンシング22秒プラス。くじを引くんですね。うん、そこに秒数が書いてあるの。その秒数プラス22歳だから22秒足した分、今から出てくるミュージックビデオの通りに踊るっていう。うん、ただただ森さんがだから踊る企画でぴったりに終わろうっていう。なるほど。で、最初は、ド級のゴーサイン。はい、後ろのスクリーンにミュージックビデオが流れながら、その秒数通りに止めたら、すごーいっていう企画なんですけども、うん、結構、ド級のゴーサインの振り付けを森さんが覚えてないというか、覚えてないって言いながら、もうなんか、割と、ヘラヘラしながら踊ってました、ね。で、しかも、40秒くらいだったのに、30秒くらいで終わって、結構早めにもう、終わりって言って、もうちょっと見たいよねーって、沢頃も言ってて。で、2曲目に、書いては決してのアイラビューだった。うん、俺なんか、その記憶なくなりそうなんだ、そこで。うん、かわいくて。いや、チケじゃん。え、今から書いた消しては踊んのどこどこちょっと待って、理解が追いつかなかった。ド級の5歳っていうか、モーニング娘。の曲なら分かったんだけど、うん、今カントリーガールズやるってことちょっと待って、ね。そう、俺さんのバースデーで今からちょっと、カントリーガールズやるって言ったら、てっ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 て歌始まってて。45秒。しかも22秒プラスだから67秒。踊るってなってて。え、今から67秒カントリーガールズ踊る森さん見れるってことちょっと待って、もう理解が追いつかないぐらい、もうなんか、嬉しいとかの前に、動揺ね、好きだから。心臓キュッってなって。でも、そこには、カントリーの頃の森田さんがいたんですよ。しかも、僕は自慢じゃないですけど、すごい後ろの方にいたんで、みんながオレンジ色に変えていくのもちゃんと見てました。まあ、変なんですね。そう。しかもミュージックビデオだから、もうかけこけ五国時間っていうヤナミもいたし、カントリーガールズがいたんでそこに。全部家業だったわ。後ろにカントリーのメンバー。で、前には本物の森戸さん。で、67秒。踊り切ったと思ったら、50秒ぐらいで、森戸さん。あと10秒見れた。サビまで行くと思ったの。サビ行って、最後の、好きです。まだ欲しかったのに。でも67秒ってそれぐらいなんだ。森戸さん、あれやんなかった。終わり、好きです。やんなかった。じらすね。たまんないね。じらす森戸さんたまんないよね。たまんないんだな。67秒って言ったらやっぱ好きですまでいけそうじゃん。っていうか、やってくれてもいいじゃん。伸びても。オーバーしても、ね。そう、オーバーしても。やってくれてもいいじゃん。やらない。濃いよね。これはいいでも確かに。しかも、終わった後に爽やか五郎が、もっと見たかったよねってもう、カントリーオタクを代弁してたの。まず司会が本当に君でよかったと思って。爽やか五郎さん、本当に司会があなたで本当に良かったと思って、この瞬間に。まあ、涙涙のミニゲームコーナーという風になりましたね。涙涙、お前らがってことまずカントリーが、お前、森さんがカントリーガールズやるのがどれぐらいすぐこと分かってるかって話なんだよ。森さんは、いろいろな、
で、また次、チートーク2。さっきの要領と一緒ですね。次は自分の好きなところ3つ言ってくださいって言ったら、森さんがもう、なーいって言って。笑いながらね。そういう感じだよね、森さんが。まあ、そうだな。仮に俺が言いたかったね、こうなったら。違うよ。それ自分の好きなところだけは言うの。3個でしょ、うん、で ?300 個くらい言いたかった俺は。森さんの悩んだ末の答えとしては、やっぱ周りの人が面白い。なるほど。それ素晴らしい。頑張ろうとしているところ。周りが自分を分かってくれる人が多い。周りに目を向けられる人、本当に素晴らしいと思う。まじ、なんていい子なの、あの子は。まず、謙虚だ。そう。そうなんだよ。謙虚で、挙げた三つが、のうちの二つが、周りの人の話。そう。他人を思いやられる。こんな超絶美少女がどこにいんだって。とりあえず、聞かれる的に、可愛いから入ればいいのに。自分の好きなところどこ？とりあえず、可愛いで、次は、でいいじゃん。森さんなんか、可愛いんだし。でも、そこで謙虚に、周りの人が面白いですかね。みたいな森さん。本当に大好きですね、こういうところが。でも、最後はね、無視してた、可愛く22歳の抱負っていうのを、まあ、サイゴロさんが、ちぃちゃん、最後に時間あるからこれやってきなよ。最後、ぶりっこポーズをして、21歳ありがとう、22歳よろしくねって言って、まあ、コーナーは終了しましたね。素敵だね。サイゴロは本当にお前よくやったと。いつもね、すごいいいんだけども、今日は本当に良かった。見たいもの全部引き出した。森さんのいいところを引き出したし、素晴らしいね、うん、で自分も面白いところを持っていく。そしてライブコーナーということです。1曲目が選ばれし私たち。ハロコンでやったの。うん、ハロコンでこの前流行ってるな最近。まあ、かっこいい楽曲ですね。森さんのハスキー加減もいいし、今日かっこいいので行くよみたいな。聞いてたの最初からそれは。どういうかっこいいかも分かんなかったけども本当にこの曲はかっこいい全振りの曲だった。これがかっこいいからな。そうそう。本当に、あ、こういうかっこいい系で行くんだなというふうに解釈が一致しましたと。で、2曲目に、憧れのマイスター、うん。キュートの楽曲ですね。憧れマイスター。憧れのなんだあれ。憧れマイスター。ごめんなさい。うん、憧れマイスター。この曲も、まあ、早くて、かっこいい曲。知らない。テンポが早いし。で、特にいいなと思ったのは、感想のダンスですね。感想のダンス。ねえが嫌だったね。ちょっと、ちょっと引っかかったね。森さんの真髄でもある、うん、キレキレのダンスっていうのが、一、まあね、曲を通してね、かっこいい感じで仕上がってたんじゃないかなというふうに思います。うん、で、3曲目。愛して、愛して、あと1個。いいねー、うん。これもまた、テンポ早めのかっこいい曲。かっこいいね、確かに。めっちゃかっこいい。もう一貫してるよね、ここまで。うん、すごいかっこいいし、しかも、ちょっと低めのところが多い楽曲じゃん、この曲って。確かにそうだ、ね、やっぱ森さんってそういうところが低めの声が似合う人だから、確かに。でしかもなちょっと息遣いとかなんかその漏れる音みたいなのもあるね、うん、うまいし、まあ、リズムもリズム感も森さんバッチリですから、ちょっと儚かない感じ、ちょっといいな、なんか崩れちゃう、ちょっとじゃないですマジでいい最高に最高峰にこれ以上ないぐらいいい、そういう意味で言ったわけじゃないですけどね、別にもう儚かない感じもあるし、崩れちゃいそうな感じ、他の人ではない、これまたいいなっていうふうに思います。スンクさんと同じようなこと言ってんじゃん。まあでもそうなんだよ、結局。結局そうなってくるよなっていう。スンクさんもよくわかってるよなっていう。で、4曲目が、水を飲んでちょっと休憩した後、クラップっていうベリーズ高校の曲なんですけども、うん、これ可愛い明るい曲ですね。あ、そうなんですか。みんなって、よしっていう、みんなでなんかクラップが、うん、そう、陽気な楽曲、うん、会場も全体的に盛り上がりましたね。今まではその紫とか赤とか黒みたいな、うん、ライトが多い中、このクラップの時はあの黄色白みたいな明るい感じ で、うん、でこれはベリーズコーモの曲あるあるなんですけど、やっぱ後ろから見てたらすごい横揺れする人いるなと人一倍元気な方がね、プロなんだな、昔からいるんだろうな。やっぱあの後ろの人から見てたら、そのオタクのパフォーマンス含めてやっぱそのステージですから、オタクのパフォーマンスっていうのよ。そうですそうです。でもオタパフォーではない。オタパフォーだから。やっぱ面白いしね。でラストの楽曲がインデペンデントガール。ラストはボーノ。もともとね、ちょっと今日ボーノやるんじゃないかなと思ったの、この衣装的に。ああ、確かにね。それは思う。なんかかっこいい系もやるって聞いたし、赤のチェック。確かに、今思ってめっちゃボーノっぽいな。そう、うん。夏だからやんねえかなと思ったんだけど、まあ1曲目の時点で夏だからの雰囲気じゃないな、分かったから。夏だから好きすぎる。冬だから、今2月冬だから。あと、ロッタラロッタラとかすごいやりそうだと思った。でんでで、でんでで、でんでで。いいね。やるかなと。でんでで、でんでで、でんでで。えやるかなと思ったんだけども、お前とか見たいわ。俺とか見たいわ。いつでも見してた。
でもインディペンデントガールはもう本当にかっこいい曲ですよ、うん、なんかね途中あのももちのさパートの時にライトが桃色にバンって光ったとこあったの、うん、トッパは多分演出だと思うんだよね。あのオタクの人いろいろ気づいたし僕も気づいたので、うん、これなんかももちイズムがまだここにはねありましたし、ね、この曲はやっぱボモの本体が歌うとやっぱ強い。ももちの夏焼さん鈴木さんが歌うと鬼強いじゃん、うん、鬼強い。旗持ってし旗持って、うん、あとルルとかも歌ったけど鬼強いじゃん。鬼強い。でも森さんはちょっと違うんだよ、ね、またそことは。へー、強そうなんだけど、あの首の下そこから守ってあげたい、あの守らないと大丈夫かみたいな、こう気持ちの振り幅がね、まあ、またこれ興奮の一部なんですけども、まあ、逆にこれが森さん唯一の無二の表現方法なんじゃないかなというふうに思って、うん、らしさが詰まってるライブコーナーとなりました。ということで今回森さんのバースデーイベントの方に向かったわけですけども、うん、何部も行きたかったなぁ。ああ確かに落ちちゃったの、ね、一部でこの熱量ですからね。確かにすごい人気だなと思って。まあそうでしょうね。二次ないし当日券が本当に一部。例えば僕2回 J 列だから、後ろは刀剣の人かとばっかりだけど、そんないないもんね、刀剣すら。このレポもあんまり上げてね、ああ、じゃあ来年行こうかななんて思ってほしくないんですよ。そう思われたら。来年はもうちょい箱でっかいかもしれない。来年は本当にダメですよ、ゼップなんかでやっちゃ。だって落ちてんだからみんな。落ちてる人がいるってもったいないからね。まだ金稼げたんだよ、君たち。じゃもっとでかい箱で埋まんないと、そんな。埋まるに決まってんじゃん。森戸さんでも、舐めんなよ。森と千崎を舐めるなよ。なるほど、来年は、だから今見てる人、来年もゼップでやるなら、一旦とどまってくれ。来年は来ない。俺が行くから。俺が行くから、一旦とどまってくれ。本当にさ、こうして、落ちたら死んじゃうよ。来年ね、じゃあ皆さん、おっきい箱で、一緒にね、鑑賞しましょう。で、これちょっと気になった方は、配信だったり DVD 買って見てみてください。僕は終わります。それでは、バイチュー。